はい、今日も帰宅後ですね、筋トレ行いました。今日は肩のみですね。フラットベンチとダンベルを使って行いました。時間は30分から40分弱くらいですかね。十分インターバル休みを取って行いました。で、今日ですね、重量アップしまして、今まではですね、特に肩の後部行うときに重量が 2.5 キロくらい、非常に軽い、でも私には十分な負荷がかかる、2.5 キロ。をずっとここ1ヶ月ぐらいですかねやっていたんですけれども、その途中でですね、重量を重たくはしたんですけど、やっぱりこう上がらなかったり、何回、1回2回やって、でやっぱり無理だなっていうことで、ずっと 2.5 キロくらい続けていたんですよね。でその間ですね、ほんのわずかですけど、やっぱり肩の後部っていうのがこう丸みって言ったらちょっとおかしいですかね、言い過ぎですけど、少しこう膨らみで、力を入れるとそう膨らむような感覚というか、目視もできましたので、効いてるなということで、っていうこともあってですね、重量をちょっと上げてみようということで、プラス 2.5 キロアップしまして、で10回6セット、難なくと言いますか、本当に今の自分にちょうどいい、もう簡単すぎず、かといってですね、できなくはないと、でも相当というか結構気持ち悪くはならないですけど、やっぱり息切れですね、心拍数がこう上がりましたし、汗もこうにじむっていう感じでですね、今の自分には本当にちょうどいい負荷ですね。でできました。それでかなり肩の後部熱を帯びてですね、熱くなっているっていうのも感じられまして、で鏡でこうチェックするとですね、今までにないその張り方といいますかね、ほんのわずかそのポパイみたいにほうれん草を食べたら筋肉がこう盛り上がるみたいな、そういう変化はないんですけど、明らかにそのパンプした状態、膨張ですよねっていうのが見られたんですよね。短時間ではありますけど、いやでこれはいいなと。で怪我をしていない方ですね、はもう明らかにですね、その全体的にこう丸く見え、角度によっては見えてきましたので、非常にこう達成感、爽快感とともに、その目視でもこう実感できましたので、今度はしばらくここから数週間かちょっと1ヶ月以上ちょっと分かりませんけれども、しばらくこの重さで4.5 キロ、プラスこうグリップとか入れるとちょうど5キロくらいにはなると思うんですけど、片側5キロでですね、肩の後部っていうのを刺激していきたいなというふうに思います。で、肩の、側部、チューブですかね、は9キロ、9キロですね、片側9キロ、前回は 13.5 キロで、そうですね、 13.5 キロで行って、それも10回3セットくらいはなんとかできたんですけど、でそこから重量を下げて、後半3セット、9キロでやっていたんですけど、今日は9キロで、でもそれもちょうどいい感じでできました。肩の後部をですね、少し重量を上げた影響も多少あるのかなということで、今日の自分には片側9キロが最適だということで、これをですね10キロ以上、15キロ以上ですね、
行うことができたら、まあ、本当に、目に見えてですね、肩変化が出てくるのかなというふうに思います。で、本当に肩はですね、本当に脱臼もそうですし、脱臼骨折もそうですし、まあ、よく怪我するんですよね怪我してる箇所ですので、まあ、ちょっとこれを機にですね、まあ、夏場は特にそんなに激しいことはしないと思いますので、まあ、それに伴ってそこまで大怪我というかですね、まあ、肩を痛めることもないと思いますので、この機会にですね、冬までにしっかり丸い肩を目指して、ちょっと道半ばで数年前ですね諦めてしまいましたけれども、だからマッスルメモリー、いわゆるですねっていうのもあったのかもしれませんね。意外とやっぱりどうしてもお腹周りとかってもう全然変化ないんですけど、まあ全然ではないですけどね、変化がもうほとんどゆっくりしかこう見えないんですけど、まあ、肩は多分そのマッスルメモリー的なので意外に早くですねこう輪郭が変わってきたのがこう目視されましたので、まあ、引き続きですね、まあ、この調子で続けていこうかなというふうに思います。はい、ということで以上。